皆さんこんにちは、こんばんは、ふーです。本日は島村の購入品を紹介したいと思います。全部で4点購入しましたので順番に紹介していきたいと思います。ぜひ最後までご視聴していただけると嬉しいです。もしよろしかったらチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それでは早速1点目から順番に紹介していきたいと思います。1点目はこちら 2way のタンクトップになっています。こちらはヘルムさんの商品です。お色味は黄色、クリーム色といった感じでしょうか。他にも5色ほど色味があったのでお好きな色を選んでいただけるんじゃないかなと思います。お値段もリーズナブルですので、 2way で着れるのはお買い得かなと思います。続いてはこちらちーさんのコラボ商品になります。ラフラフさんとのコラボでこちらジレと半袖の T シャツのセットになっています。低身長さん向けになっているので とても私的にはとても助かる商品です。ジレはいっぱい持っているのですが、こちらにしました。こちらボトムスです。こちらもちーさんとのコラボでこちらセットアップで購入させていただきました。低身長さん向けということで、丈もちょうど私にはよくてたくさん履けそうだなと思っています。生地感も厚くないので、これから春夏に向けてたくさん着ていける商品かなと思います。こちら最後になりますがヘルムさんのトップスになります。丈感としては少しお袖が短いものになっているんですけれども、中に長袖を着てもいい、または半袖を着てもいいかなと思いましたし、タンクトップよりは少し袖は長めですけど、単体で夏場は1枚デニムと合わせたりして着れるかなと思ってこちらを購入させていただきました。少しちょっと文章がまとまらなかったんですけれども、最後までご視聴いただきありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。バイバーイ。